はいじゃあよろしくお願いします。えー、今回は数んの曲線の長さ丸2倍回変数表示編をお送りします。で前回基本編やってこの動画セットでね終わりになるわけなんですが前回同様ポイントが1つそして問題1問という形になってますのでぜひ1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。でやってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば今からね自分がポイントやった後にこの問題解説やっていきますんで聞いてもらえたらと思います。 いいかなでは早速ねまずポイントからやっていきますのでどうぞよろしくお願いします。よしじゃあいきましょうで今回ポイントで言うんだったら t っていうねこいつが媒介変数間に入ってるわけなんですけどで、まあ、よかったらね前回の基本編をさらっともし見てない方がいたらさらっと見ていただいた方があのセットでね分かりやすいと思うんですけど。 え今回は x イコール fty イコール gt となってますで t が a から b、まあ、区間をとっていてその長さを求めたいと公式はですねもう前回とめちゃくちゃ似てますまず a から b の積分変わらないですねしかもルートも出てきますで前の基本編は y イコール fx しか出てなかったですよねでその fx を微分した f'x を二乗して 1> で1を足してそれをルートに入れたじゃないですかでまあ微分して2乗するっていう流れなわけですよで今回も一緒です2個あるじゃんだからまず x を t で微分します dxdt それを2乗するわけですで y も同じように dydtt で微分して2乗するわけですそれを足すんですでそれをルートの中にぶち込んで 全体をでで積分するといいかなで前とね同じようにあのプライムの方で書いていくと ft と gt なんで f't の2乗たす g't の2乗これを全体をえールートの中に入れて t で積分すれば OK です。これが公式です。いいかな で早速2番やっていくわけれ問題1問なんですけど、えー、これめちゃくちゃ有名な問題で x=a あシータで y=a 乗シータで見たときにああいつねって思ってほしい。で誰かっていうともしね存じ上げなかった方がいたらこいつ名前がですねアステロイド。君って言いますアステロイドあのぜひ覚えてあげてくださいこいつねアステロイドです。 でどんなねグラフの外形してるかっていうと、まあ、先生によってはテストとかでね外形出してくれるんですけど、まあ、出してくれない先生もいるのでちょっとそっちに合わせました今回に関してはね。あった時にあのダイヤモンドのカーブしてるバージョンちょっと俺フリーハンドなんで汚くてごめんなんだけどこういうやつですこれがアステロイド。で今2番に関してはシータがね 倍回変数になってるんですけど、θ0 から2分の π の長さ求めろって言ってます。で、これ、θ が0は、まずここです。ここ。ここね。θ0 です。で、ここに来ると、2分の π です。まあ、予想つくと思うね。ここ、やっぱシータじゃねえや。π って書こうと思った。ここ π。で、ここが2分の 3π です。一周してきて、ここで 2π になります。 だから今シータが0から2分の π の長さ求めろと言ってるのでここの長さ求めてんだと思ってくださいこのグラフのねで問題によっては0から 2π の長さ求めろって場合もありますアステロイドのその時はこれ長さ全部一緒なので0から2分の π の赤の部分を求めて最後4倍するかける4するっていう流れで解いてもらえれば OK ですいいかな じゃあねこの問題解いていくわけなんですけどまあやることはね微分して2乗するからまず微分が必要つまり x をまず t じゃねえや今回 θ だね微分します dx dθ していくとこいつまあコサイン3乗の方か微分するとまあコサイン θ を置換で考えて3が出てくるよね微分すると3コサイン二乗になります3サイン二乗でコサイン,、えー、サインを置き換えているのでコサインを微分したものあマイナスサインだね マイナスサインが余計にかかるからマイイイナス 3a ササンンシータコサイン二乗シーータタコ乗となりますで y も同じようにやりますちょっと口頭でね申し訳ない暗算みたいな感じになってるけどまあ a は置いといてサイン3乗微分すると3が出てくるだから3サイン次乗シータになりますねまずね でもサイン置き換えてるからサインをえっと微分したものコサインシータを余計にかけるから 3a えっとサイン二乗シータアサインシータとこうなるい。いでいきなりルート書いてってもいいんだけどちょっと中身ごちゃごちゃするのが予想されているのでまあルートの中身だけちょっとまず考えていきましょう。でいきのり乗ーラの。 dydθ の2乗ですねでこいつ2乗するとマイナス消えるね qa2 乗で sin が2乗で c o s ンが4乗になります。すこいつも同じく qa2 乗出てきてこっちは sin が4乗の c o s ンが2乗になりますと。で qa2 乗共通ですよね。sin2 乗と c o s ン二2乗も共通なので。 共通項を全部出しちゃいます。qa2 乗を。サイン2乗シータコサイン2乗シータかっこ残ったのがちょっと入れ替えますね。こっから cos2 乗こっから sin2 乗が残るんですけど、ちょサイン2乗先に書かせてください。はい、くくり出したらこうなります。で、今これ見たときにまずカッコの中身はね。あって思ってね。これ sin2 乗プラス cos2 乗はもう公式で1だよね。こいつ1です。 だからかけるなでもはや消えてしまいまいすここでで問題がここです。これって sin2 乗 cos2 乗ここねこの部分。これって sinθcosθ の2乗ですよね。まとめちゃうと。sinθcosθ の2乗。でこの sinθcosθ が出てくる公式ってああいつだって思うわけですよ。えー、sin2θ イコール、えー、sin あっ待ちました。 2sinθ、cosθ と、まあ二倍角ですね。こいつで使います。で、まあこれをね置き換えていきたいんですけど、sinθ、cosθ にしたいんだよ。ここね。だから2が邪魔なので、両辺2で割って、こっちに2分の1をつける。まあこうやって使います。だから今ここ sinθ、cosθ、こいつの2乗だから、これの2乗に置き換えます。 そうすると、まず2分の1も2乗されるから、4分の 9a2 乗で、え、sin 次乗 2θ になると。かなりシンプルになりますよね。で、なんでこんな変形してるかっていうと、忘れちゃいけないのが、これ今、ルートの中なんだよね。ルートの中。ルートの中身が、何かまとまりの2乗になってくれれば、ルート外れるじゃないですか。それを狙ってます。いい で今,今からやっていくんだけど L インテグラル範囲が0から2分の π ですね。2分のでルートの中にこの子を入れます。でこれね、えー、見て分かるように、えー、d タ4分の9これは2分の3の2乗ですね。a の2乗その a の2乗これも分二シ2タの2乗になってるから全体がもうちゃんと2乗になってる。 ルート外すチャンスなんですよ。ただしこの中身がちょっと書き直すか。これ書き直すとさ、ごめんね、ごちゃごちゃしちゃって、二、え、分、ー、の三 a サインニシータの二乗じゃないですか。まとめるとね、じゃあこのこのこいつのカッコの中身がプラスって保証になってればもう絶対値使わなくていいんですよ。 マイナスの可能性があったら絶対つけて外さなきゃいけないんですけどじゃあそこを解決しますどうするかっていうと今シータがこの範囲ですってことはこいつね2シータだからさ2シータは2倍して0から π になりますよねでそうするとサイン二シ2タってその2シータは0から π までしか取らないのでサインの値は π で止まってくれれば正しか取らないんですよまあ0は取るけど負にはならないんだよね だから0以上確定しますしかも A も最初に正って書いてくれてるからこれ全体で負になる可能性がないの正なんだよね。ってことでルート外した時に絶対値を使わなくていい。0から2分の π の2分の 3a sin2θdθ タすごいね簡単な積分になってくれましたとあとはやるだけです。 2分の 3a ね関係ないので前に出しておきましょうで sin2θ はまず普通に sin 積分するとマイナス cos に変わりますでマイナス cos になるんだけど 2θ がいるからその2っていう数字で2分の1が出てくる前にね2分の 1cos2θ で0から2分の π2 分の 3a 入ってますよね入ってますよねありがとうございますで入れていきましょう 2π 入れると、えー、コサインパ π だから、1? マイナス1ナになるから2分の1になります。引くことの0を入れるとこれ1だからママイイナスマイナス2分の1でプラス2分の1になります。だから2分の3 a かける1だから結局2分の 3a これが答えになりましたとこの明るい部分ねこいつの長さは2分の 3a ですと。よろしいでしょうか これですね、あの、あれ右側空いちゃったなって思った方いると思うんですよ。まあ、俺よく版書失敗するんでね、そのパターンもあるんですけど、今回意図的です。右側におまけが入ります、ここ。あもうちょっとお付き合いください、よかったら。まあ、ひとまずアステロイドがこうやって解くので、絶対これあの自分でできるようにして。で、最初にも言ったけど、今0から2分の π なんで赤の部分です。もし0から 2π って言われたら、一周全部になるんで、これに4をかけて 6a になります。で、おまけはですね、こいつです。 えーっと X イコール A どうしようかなシータで書いたからシータで合わせていくか、えー、シータマイナス、えー、サインシータで y イコール a1 マイナス,イナス、えー、コサインシータこいつご存知でしょうか、えー、アステロイドの友達っていうのは嘘ですけど、えー、この子をサイクロイドって言いますサイクロイドね っててていいいうので覚えておいてくださいこの句も結構出てきます。いいでまあやることも同じです結局だって x の方微分して2乗して y 微分して2乗してまとめてってでまとめたら綺麗になるからそれを積分にかけるっていう流れなのね。でまあ、ちょっと今回ねもう場所の関係でやれないのでポイントだけ話していくと2乗してまとめるじゃないですかそうするとねまあ人によってさ壁の場所は違うと思うんだけどさっきやった俺がやった時に。 まあこうなる場面が出てくるんよ。こうです。2a 二乗括弧1マイナスコサインシータって。でこれを変換があって、このあ板書入るかな？二行分いけるかな？いいか。この括弧の部分が2サイン二乗2分の1シータになります。だからここですね。黒にしとこうかな。この括弧をこう持ってくる。 もしかしたらまあ人によってはねあの全然余裕かもしれないんだけどもしかしたらここでつまずく方がいるかもしれない。でこれもともと何の公式かっていうとコ、えー、コササイイイインンシ、えー、シーーータタルマナス乗これはみんな知ってる公式。これがあるじゃないですか。でこれをね変形してます変形してる。 どうやるかっていうと、まあ、cos2θ 右辺に持っていって、マイナス 2s の事乗をこっちに持ってくるのね。そうすると、2s シー θ イコール1マイナス cos2θ になるんです。この1マイナス cos って形になったじゃん。でも θ と 2θ が違うんよ。惜しいんよね。だから、この公式全体の θ の部分を半分にします。全部。半角にする。そうすると、ここが、 1マイナスコサインシータに落ちる。欲しかったものになる。でも、こっちだけね、シータ落とすのはダメなので、こっちも落とします。こっちはサインになってるから、それを半分にして、2分のシータ。ってすると1、1マイナスコサインシータがこうなる。いい。この変形が必要になるので、いい。覚えておいてください。多分これさえ突破できると思う。普通に。こっちの問題ができる子であれば。いいかな。 で0から 2π1 周ねあとサイクロイドの0から 2π でやるとおそらく答えが 8a になるはずなので、まあ、よかったらチャレンジしてみてくださいいいかなでは今回はね曲線の長さ二ということで、まあ、アステロイドをやらせていただきましたぜひねサイクロイドの方とセットで覚えておいてくださいで次回からえ速度と道のりが始まります、まあ、始まりますとって言ったら多分2本で終わるんですけどもしよかったらねそっちの方もぜひ見てみてください では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。